大阪出身、中学3年生、14歳の浅田真由です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大阪出身。はい。今も大阪在住。はい、そうです。趣味は？趣味はディズニーグッズ集めです。おお、あとおしゃれも好き。はい。特技は？バレエを習っていた。ほう。はい。じゃあバレエが得意。はい、そうです。自分の長所、大阪では友達を笑かせるのが得意です。でも東京では大阪のノリが合わなくて反応が薄いとショックなので抑えていますと。はい、ありますけども、いいですよ大阪のノリで。じゃあ、ほんまですか？いやいいですよ、大阪のノリでも全然笑かしていただいて大丈夫なんで。ありがとうございます。はい、はい。こいつには負けたくないというピンクベイビーズのメンバーはという質問ありましたが、はい、りなちゃん。はい、そうです。栗山りなさん。りなさんがいつもみんなを笑かしているので、私も大阪人としてみんなを笑かしたい基本そっち方向。いや、やっぱりあの、はい、お笑いイコール大阪みたいなイメージもあるじゃないですか。ありますね、ありますね。で、なんか大阪の人なのに、はい、なんかこっちでは他の人がじゃんじゃんとみんなの笑いを取っていくんで、はい、悔しいなと思いつつあるんですけど、はいはい、やっぱり出しにくくて、はい、抑えちゃうんですよ自分を。人生の中で一番悪かった出来事は、小学校6年生の時学級崩壊してましたって書いてあるんですけど、はい、どのくらいのレベルの学級崩壊だったんですか？結構やばかったです。お、例えば？なんかもう親とか集まって、校長先生とか教頭先生とかも交わって話し合うレベルでした。はい。中学めっちゃ楽しいです。中学はめっちゃ楽しい、楽しいです。はいはい。生まれ変わるなら何になりたいっていう質問に対して、プリンセスになりたい。誰？プリンセスって誰？あのディズニーの。どのプリンセス？いっぱいいるけど。ラプンツェル。ラプンツェル、髪の毛の長い。はい、そうです。はいはいはい、なんで？一番好きです。なんていうの、ロマンチックっていうか、はい、めっちゃそういうのに憧れて、うん、そっからもう全部のプリンセスが好きになったんですよ。おお。だから今ではなんか、うん、プリンセスのグッズとかあったらすぐに反応してしまいます。うん、なるほど。はい、ちなみにコメントで超書かれてるんですけど、芦田愛菜のモノマネはできます？それよく友達にやってって。あ、やってるんですね。言われてやってたんですけど、はい、似てないと思うんですけど、はいはい、あ、じゃあちょっとやってもらいましょうか。どうしよう。はい、芦田愛菜だよいいと思います。いや、全然、あー今ね、はい、めっちゃ後悔しました見てる視聴者の皆さん、カメラに向かってじゃあアニメ声でメッセージいただければと思います。本当ですか？はい。皆さんこんにちは、浅田真由です。私は大阪住みで、なんか東京には月1回とか2回としか来れなくて、だけど精一杯頑張っています。これからも一生懸命あのみんなに笑顔になってもらえるように頑張りますので、これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました